皆さんこんにちは、なるほど天です。今日はですね、超次元彼女さんで遊んでいきたいと思います。お、こちらの声優さん、もしなんかお見かけしたことありますね。有名な方ですよね。すごいですよね。いろんなゲーム配信で、ゲームであれですよね、お声出されて。私なんですか、実況って。あ、実況、そう、実況なるほど天って言いたかったです。そう、そうですね、こちらのゲーム、あ、実況なるほどしか入らない。大丈夫ですかね。もっとなんかすごい、私もこれでしたら天国に行ってもいいですよ。今アマテラスちゃんですか。大丈夫なんですかね。そのなんか聖堂じゃないですけど鏡ですか。ちょっとこちらに渡していただいていいですかね。お、召喚される側ですか。まあそうですよね、大抵こういうゲーム召喚される側ですけど、召喚する側ではないですよね。お、何ですか、いきなりガチャですか。ニーシーロハ、すごい、アキレウスじゃん。オイラが導いてあげます。おお、ウカの御霊ちゃんですね。いやー、すごいですね。これで戦われるんですね。昔の時代の戦国時代とかですからね、甲冑とかつけて戦ってますけどね。矢とか刺さらないように。この時代の方々すごいですね。なるべく着ない方、着ない方ってどういうことなんですかね。そっちの方が戦いやすいよみたいな。部屋の中で結構あれですよね。洋服着られないっていう方はなんかたまにテレビでお聞きしますけど、なるほどちゃんと着てますからね。ご安心くださいと。安心してください。履いてますよ、着てますよじゃないですからね。さあ、では始まります。初めてお遊びするので、こちらゲーム、どんなゲームかわからないんですけど、放置っていう単語入っているからあれですかね、放置少女さんとか、そういう感じのゲームですか。私は放置少女さんは、ですね、動画をお出ししてるんですけど、武将紹介するためだけにですね、お遊びしてるような感じなんですけど、あともう一つ似たゲームで、一騎学園さんを遊びしてますね。こちらはちゃんと攻略ではないですけど、一からお遊びしてる動画ですね。よかったらご覧ください。こちら動画の再生リスト、リンクにですね、お入れしておきますので、多分そうですね、そうみたいですね、同じような感じですか。あと他にも、すごい戦い方が、すごい速くなかったですね、今。倍速ですか？私倍速にした記憶はないですけど、昔のビデオデッキみたいな感じですか、3倍速みたいな。早すぎませんか、これちょっと。もうちょっとゆっくり戦うものでは、戦闘って。まあ、スケルトンさんですか。サタンの下僕さんですか。はいかってことですね。あ、私、こちらの子だったんですね。いや、可愛らしいからいいですけど。さあ、バトルスタートと。あ、すごい。ちゃんとしっかりした戦闘シーンですね。今、チュートリアルなんですね。お、一撃。いいですね。一撃必殺技とかですね。こちらの方は、うかのみたまさんっていうんですね。今日ちょうどおしゃべりしてて、ですね、よくこういうゲームで出てこられる、たまもさんですかね。調べたんですよね。たまもの前さんっていうんですかね。あと御前さんとも書きますけど、なんかキツネちゃんなんですけど、陽子っていうんですかね。そちらは後鳥羽上皇さんの時代に出てこられた伝説の美女みたいな。いやー、すごいですね。お、次のステージですか。キャラクターをやっぱこれ増やさないといけないですよね。私なんか似たようなゲームですね、お遊びしてたんですけど、他にも。そちらは、なんか途中で配信が終わっちゃったんですよね。まあスマホゲーム、ずっとお遊びできますけど、終わりがない RPG はたくさんありますけど、あれですよね。逆にすぐ途中で終わっちゃうのもありますから、私も今まで4つぐらいありますね。配信させていただいて、途中で配信が終わっちゃったの。ですからずっと配信していただきたい。楽しいですからね。
さあ、ちょっと文章私読んでなかったんですけど、なんですか、手料理の話ですか、今。お、レベルアップ。レベルが上がると、どんどん、機能がアンロックされて使えるようになるっていう感じですか。チャットいいですね。私もなんか打ちますか、ピースと。お、打てました。そうですね。打てますけど。あ、今送信できませんでした、出ましたね。これはログインデイリーボーナスですかね。さあ陣営に行きますか。まずは武器を整えないと。変更して強化育成修行連携スキル、結構いろいろありますね。一括装備とかないですかね。多分余った武器は合成とかなんかするんですかね。さあどんどん上がっていきますね。いや、RPG ゲーム遊びたいですね。私、ライブ配信させていただいてますから、そちらでロールプレイングも遊びたいですけど、こちら。まだお一人しかいらっしゃらない。ということは、ホームですかね。どっかにガチャがないですか。特典がありますね、左側に。こちらはチャージですね。課金していただいたら、来てくださると。お、いろいろ。VIP 特典。ああ、ゼロでも受け取れるんですね。さあ、ありがとうございます。デュラハンちゃんですね。お名前聞いたことありますね、デュラハンちゃん。もともとどういうキャラクターなんですかね。さあ、7日間は、ゲーム始めてからですかね。7日間、ログインすると何かがいただけると。ただ何がいただけるか、見れないですね。ミッションと、あれ、ちょっとガチャが見当たらないですね。下は冒険陣営倉庫同盟チャットと。ショップはこちらですか。まだ買えないですよね。右上に初心者限定も、多分そうですよね。ギフトですよね。1万円で、織田信長さんのかけらが、全部来ません。120個必要ってことですか。お、このドラゴンちゃん何かアイテム持ってますけど、あ、これも、あー、これなんかバトルパスみたいな感じですか。会員になってると、いただけるのが豪華になりますよと。多分そういうタイプですよね。お、ログイン2日目で、こちらの方、ひみこちゃんが来られると。じゃあまず1日目受け取っておかないと。今何時ですか ?11 時19分。あ、これは月間ログインですか。ちょっとあれですね。今日、2月20日ですから。こちら多分毎回ログインしてると、こちらの方ですか。ノアさんがいただけるみたいですね。いいですね。すごい邪魔されてますね。で、多分、1ヶ月間で補填できる回数が多分、右上に書いてますね。2回できるということで。1、2だから、これ間に合いますね。1、2、3、4、あ、間に合わない。1、2、3。あれ、4つしかないですね。80で来てくださいますか。じゃあ補填しておきますか。ノアさんのかけら、昨日から始めていればというですね。大体こんな感じですよね。1日遅いっていうパターン。私もよく経験ありますけど、心世界さんとか、あと1日ログインしてたら、確定ガチャチケットもらえたんですよね。残念と。さあ、メールで、大体メールのあれですよね、いただけるのってすごい豪華なものが多いですよね。で、ガチャが、結局ガチャがわからない。どこにあるか。月の恋人?左上のやつ。あ、これです。来ました。あれは月の恋人ですね、イベント。珍しいですね、イベントで載ってないっていうのは。さあ、1日1回ですかね、無料できると。デュラハンちゃんは、ランクが星4ですか。多分こういうのって星4持ってないと、星5チャレンジできないんですよね。星5チャレンジと、やっぱり、4に戻されますね。え、4引けないんですか。まさかの。じゃあ、こちらから引きますか。なんか、プレビュー、動画のマークありますけど、何ですかね。ちょっと一回引きますか。あ、竜兵さん?あれですかね。押すねよと。違いますね。じゃあ、ちょっとプレビュー見ていきますね。
あれプレビュー違った動画じゃなかった広告じゃなかったです。なんですかこれ。あ、戦ったらこんな感じですよプレビューですか、もしかして。あ、すごいですね。もう一回見ますか。わお、強いですけど敵さんのダメージが全然減ってないのが気になりますね。あー、すごいですね。もう今やダメージ9990が超えるのは当たり前ということで、当時はファイナルファンタジーさん画期的でしたけどね。ドラクエさんとかも HP999 でしたけど。さあ、無料1回いきましょう。お、ルーレット。お願い !15! 15。当たらないですね。やっぱりそんなに簡単に当たらないですね。今のはサターンですから、妖精の湖と。あ、こちらはダイヤ入れないといけないですか。お、通常ガチャ。修行本ですか。高級ガチャは、小石交換券。限定ガチャは強化原石と、大体おなじみのアイテムですね。あ、でもいいですよね。イベントでこんなにたくさん毎日アイテムをもらえるの。ログインボーナスもいただけますからね。おお、覚醒もあるんですね、こちら。限定は先ほどのショップですか。結晶、溶錬結晶ですか。防具とかに使うんですかね、武器とか。変装の間。レベル70、55。これは、ああ、宝箱ですか、武器の。レベルが足りないとあれなんですかね。なんかすごいかっこいいんだけど。装備できないとかいう感じですかね。封印魔点と。スーパーセール単独チャージ累計消費とですかね。全部引いたみたいですね。さあ、これでどんどんですね、武将をゲットできたらですね、また動画ですね、お出ししたいと思います。ではですね、今回の動画以上とさせていただきます。他にもゲーム実況ですね、たくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。We'll be right back.